全国の麻雀ファンの皆さん、こんにちは。本日は第14期麻雀グランプリマックス一次予選 B 卓の模様をお届けしてまいります。実況の襟川舞子です。どうぞよろしくお願いします。そして本日の解説には近藤久春プロにお願いしております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この麻雀グランプリマックスは2023年度の各タイトル戦に付されたポイントの獲得上位者、そしてタイトルホルダーなど今期活躍しましたトッププロたちが集まるタイトル戦となっております。優勝賞金は100万円となっております。そしてご覧の組み合わせでトーナメントが進んでいきます。本日は一次予選 B 卓をお届けしてまいります。それでは早速一次予選 B 卓の出場選手を紹介してまいりましょう。まずはこちらの方です。九段予選 A 卓2位通過となりました。その大きな麻雀で夢を見せてくれるでしょうか。友武正治。続きまして、今期リーグ戦ではプラスを積み重ね、見事1位昇級。来期より初の A1 リーグへ進みます。その前にこのタイトルを獲得することができるか、白鳥翔。第11期12期 WRC リーグ優勝により、大きく活躍の場が広がりました。昇級も決め、初の A リーグへ。石立武弘。グランプリ初年度の優勝者でもあります。2度目の大冠に向けて発進です。九段シードより出場、藤崎聡。さあ本日は以上4選手で一次予選 B 卓が行われてまいります。それでは対局の準備が整ったようです。それでは1回戦開始してください。よろしくお願いします。第14期グランプリマックス一次予選 B 卓1回戦目、立ち合い人阿久津翔太の合図で開始となりました。なおルールは一発裏ドナのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで5回戦を行い、上位2名が二次予選に出場します。さあ改めまして近藤さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと5回戦と長い戦いにはなってまいりますが、はい、まあ、今回のこの卓というのがなかなかこう個性的だったりとか、またジャンプが、ね、異なる選手が揃っておりますが、見どころはどういったところになるでしょうか。そうですね、4人が全く違う打ち手なんで、はい、まあ、誰のペースになるのか。そうです ね、まず最初に主導権を握るのが誰かっていうのは結構ね楽しみなところですよね。はい、こう誰がどうこう進めてそれに合わせていくのか、またそれを、ね、ぶち破る選手がいるのか、そういったところも楽しみになっていきます。そうですね、トーナメントだから、はい、あの最初に、ね、主導権握りに、うん、無理に強引に行く人もいれば、はい、もうなんていうの、最後全然目が なくなっちゃうのが嫌 で、はい、まあ、慎重に入る人、はい、まあ、2つに分かれると思うんだけど、うんうん、ゆっくり発信していって、まあ、攻め時どこかを見極めてというタイプの方ですね。そうですね。はい、さあ今回1回戦目はどうなっていくか、ドラはローピンです。さあそれぞれの手牌を見ていきましょう。こちらはペイチャの藤崎、ちょっと厳しいか、一面つったら両面と、あ、これ3層入りましたね。これで一気にグッと引き締まりました。普通のイーシャンテン。さあ数ピンが重なったところ、こちら親の友竹です。形はいいが、先のイーシャンテンの藤崎が決めてくるでしょうか。こちら統一が多いのは白鳥、そしてシャーチャは石立です。これ一気通貫のイーシャンテンでもありますが、染め手に向かうなどがありそうですか。そうだね、次あのソーズ、パーソー以外のソーズ、はい、引いてきたら、うんうん、まあ当然に向かう可能性もあるけど、まあ一通でもよしですからね。そうですね、打点は十分伴うが、ただ親の友達さんもドラドラドラなんで、はい、もうここはね最初から押したいですよね。こちらの手牌です。さあいきなりね大物手が決まるか。友達、白鳥さんだけちょっと厳しいかな。ちょっとゴツゴツしてきましたね、うん、チート一通に決めつつ守備的にという局になりそうか。石立もそうですね、ちょっと浮いてるウーソーパーソーなどがくっつけばというところでしょうか。うん、さあこちらが友達の手牌です。チートイツのリアンシャンテン、あ、ただ管理アンマンが埋まってメンツ手にも見えます。
藤崎さんもあのチューンとハツが被ってるんであんまり染めてにはいきそうにない、ね、ああ本当ですね、うん、皮にちょっと並んでしまっていてそれを自身でね見えているとうんなんか気分的にねはい。藤崎の欲しいカンパソ一気通貫の種は残り2枚山となっています。友竹さんがピンフドラドライシャンテン、はい、そうこれがねその前にテンパイなど入るかリャンソーかこれはちょっと厳しいからいつかなあ行きましたよ。さあ一気に大物で本位置へ向かいますがその時間があるかもういいシャンテンは親番の友竹だ。もう友竹さんはきっと折りはなしだと思うんだね。はい合計両面両面のいいシャンテンです。ただ六球層がここに使われているのと白鳥のところに老層が統一ちょっと薄い範囲になるかただまだ山にはあります。マンズは安そうだからね、はい、ローキュースを引ければそうですね、リャンウーマンの方はなんとかなりそうですが、ああ、ここにローマン。さあどうか、イーシャンテン、リャンピン。さあ2段目、終盤、あ、イーシャンテンだこれでやっと関数層のターツができて、ここで仕掛けていきます。テンパイさあこれでカンパソを仕掛けてテンパイになります。ペンカン三層本一のテンパイは藤崎です。三層は自身で一番、あ、数層三層はもうないんですね。山にはありません。さあここも数番が入った。そうずが打ちづらいかな。七八九の仕掛け入っていますが石田でもいい数。これでまたカンパス。はい。さあカンパス層は自身の仕掛けにも入っています。川に一枚、ここに一枚、残り一枚まだあります。さあ本一一気通貫。イペコテンパイ。ああこれは嬉しいぞ。さあひっそりとテンパイ、白鳥もテンパイを入れます。急走。そしてここ進まない。ローソー下がったんだよね。あ、そうか。うん、友竹の欲しいローソーここに来ちゃったんですね。仕掛けてタンヤオ。ここもテンパイ入る。友竹。トン一曲からこの大物手。この両面両面のいいシャンテンが埋まらない。埋まらないまま他三人にテンパイが入っています。うん。小さいね。さあ想図もうすでにねかなり藤崎から余っている範囲になります。三層何選びますか。三層か選ぶかな。ワンチャンスか。さあここで手が止まります。老層でも一緒か。老層か三層になりそうですか。なら老層落ちそう。落ちそう。さあここはグッと押していきます。この数層もまだあ、もうないんだ。タンヤオの石立ての数層はありません。さあ、テンパイは山いっぱいあるのにな。入らない。入らない。いやさあ、今のが友竹にとっては最終出番でした。ウーマン。さあ、これが入って、はい。さあ、ここで手が開かれます。親番の友竹以外の3人、白鳥、石立、そして藤崎の3人、テンパイデリー曲、うん、厳しいね。ねえ、本当ですね、この表情です。藤崎さんの切った急走ね、泣くかなと思ったんだけどね。はい、テンパイをひとまず取りに。でも上がりの方を見ちゃったからね。あれは仕上げてしっかり上がりにつなげたい手ですよね。さあそのね、判断もなかなか難しいところで親番は手放したことになります。ダトンの2曲で白鳥の親番、ドラはウソです。ちょっと手形はどうか。チューンは統一。はい、チューンは嬉しいね。ドラも1枚ありますね。なんとか仕掛けてチューンドラ1、うん、または、まあ、親番はね、つなげていきたいところです。あー、ここがいいか。両面両面六チッパなども見えるか。ペーチャは友だけ。これで両面ターツが1つ増えます。
空色に染めていくかな、白鳥さんはね、チュン叩いて。あ、なるほど。確かにマンズの368以外は自配か総図になっているんですね。この後移ります。1枚目から多分こちらですね、うん、この中あ、アンクネット、これは嬉しいぞ。 これ嬉しい。こうなるとどうするかな。はい、イーソーパーソーのポンなども、うん、そうすると、ね、まあカンチーマンも悪くなくなってくる。はい、うん、先に地合いが重なればいいけどね。そうですね、トンカハツが先に重なってほしいところ。友達も一歩前進です。カンチーマンがダイレクトで入っちゃうと逆にちょっとやりづらい感はありますか。まあ石田さんもドラ引いたことによってチャンスになりましたね、はい、仕事の3色で2面が増えていっています。こちらの手配、ああこれで左白が重なります。ああもちもちになっちゃった。ああ仕掛けを対応する石立てはちょっと白もね仕掛けていく可能性もあったかもしれませんが、ここはもちもちです。さあ両層を引いて白鳥も手が進んでいく。 あ本当ですね。あ、これでいいピン、いいピンの方、白が仕掛けられませんが、マンズがまた変化して石立てはリーチ手順になるかもしれませんか。うん、まあでも仕頃で発進する可能性もあるよね。そうでした、うん、石立さんはそうですね、うん、さあここは3ピン、ちょっと昇降しての日になります。ピンズの馬鹿か、うん、ピンズの馬鹿がややいいように見えたんで残すかどうか、うん、ただ本一も捨てがたい。はい、さあこれもつまぎ、ここです。これで自然に単品、はい、ドライチ、イーペーコ、うんうん、まあ、3色もあるし打点が十分伴う形、まだ少し時間かかりそうですけど、おお、ちょっとこれだと、これだとどうしますか。ああ、トンが入っ重なった時だけ、はい、カンチーマンのダイレクトだったりとか、もう他のも逃さないようですね、うん、まあ、十分ですね。チュンドラドラ、伊崎さんは6チッパー固定した、はい、あ、チートいつもいいじゃんってね。はい、これはいろいろ見えてくる。この後どうしていくか。パーソーやパーマン、ポンテンも取りましたね。これでどっちで取るか、カンちゃんか、うん、シャンポンか。さあカンちゃんです。これでカンチーマンのテンパイです。カンチーマン2枚、まあ、山に2枚ですね、手の中に。そうか、2枚だけだ。さあこれで5200の白鳥テンパイを入れています。ん、おや、失礼しました大事な7700の電波です。さあ親の白鳥からパーソーポン、友竹はこのペン三ピンの部分ネックになっています。もうすでにかなり皮に切られている。石立もここから、あ、一歩前進。白はションパイになりますね。でも白だろうな。自信の手配価値は十分。さあ、いいシャンテンです。ここは石立て白鳥のぶつかり合いになるか、先にチーマンがいるか。出だし。はい。ああ、仕掛けた。仕掛けた。躊躇なく仕掛けたね。はい。さあ、これでテンパイを入れます。ウッパワー待ち。藤崎さん、友達さんは檻だね。はい、親の仕掛け、そして石立の仕掛けも入り、ちょっと手が立ち進まないままに進そう。これも行く。石立は一度仕掛けたらまっすぐ進めていきます。ゆっくり牌を選んでいきます。まだチーマンは山にいます。
石田さんは注文吸収できるもんね。はい、そうなんですよね。うん、多分数万と入れ替え、うん、スイッチ、うんうん、なので山にここにいるかどうかです。3万が早い。巡目は残りわずかとなってきました。いない。さあこれも切っていきます。さあ残りそれぞれ相撲盤が1回ずつ。チーマンが全然いない。いないんですよ ね。これワンパイの中か。いるか。いない。これ背底背です。これですよね。これを安全に6キロかな。それでも5を切る。残す時間。さあこれで座天杯キープです。さあ2人天杯で流局。ただ白鳥にとってはこれは7700、大きなこの点数しっかりと上がりきりたかったところ。2局一本場となります。前年度、前期のグランプリマックスでは4位ということで決勝の場に立っていた白鳥。さあ今年こそはもう一度この決勝で戦って自身で優勝をつかみたい、つかみ取りたいところです。そして来期からは初の A1 リーグ昇級と。ああそうですね。いうことで白鳥さんもね本当に活躍目まぐるしいところなんですけれども。今期翔ちゃん大体勝ってたもんね。あ、リーグ戦とか、他のそうですもんね。あの、うん、タイトル戦も、あの、優勝まで届かなくても、いろんなところの決勝とか、うん、ベスト16とか8とかに、いつもなんかいるなっていう印象がありました。さあ、そしてね、リーグ戦でもずっとプラスを積み重ねて、250ポイントを超える、本当に大きなポイントで、1位通過となりましたからね。うん、さあ、安定した成績で、A1 リーグ昇級を決め、来季からね皆さんも楽しみだと思いますが、さあそれに立ち向かうのは、さあこれで何も統一になりました。石立は南茶ですね。南茶統一、一気に満足の本一へ向かうか。ここも手形はいいです。ドラは9ピン、ドラの9ピンが1枚は白鳥。こちらは一気通貫。シャーはどうするのかな、石田さん。泣きますかね、おたかぜのシャーから。何、うん、は泣くと思うけど。まだションパイ。1枚目からどうしていくか気になるところです。石田さんの子、あ、これは広がしました。三面ちゃんの形ができます。チャンスだ。石田さんの麻雀は多分今年は特に見る機会が多かったかなとは思うんですけれども、うん、そうですね、まあ僕もそんな見てないけど、まあ、うん、とりあえずよく仕掛ける人だなっていう。かマシンガン風呂などと言われていますが、だから今日楽しみにしてた、ね、あ、そうですね、来期同じ A2 だしね。そうですよ、うん、ちょっと先に情報を集めておいた方がいいですね。5回戦もじっくり見られますから。あ、自信でなんあんこ。自信でなんあんこになるとどうですか。どこから、まあ、3万は仕掛けたいけどね。そうですね、ペン3万のところは。シャーは1枚ぐらいはスルーしたいかな。もうちょっとマンズの形がね、はい、良くなってから、うんうん、お、なんだバローマンだ。これはどんどん広がっていく。ここも整ってきています。先輩だ、ウッパーピン待ち。さあピンフテンパイ、あっという間にテンパイが入ります。このパーピンきついな。あ、これ出てしまう。これはもう一歩進んだら出てしまいそう。チートイツにしないと。石立も現段階でねピンズ持ってきたらささっと切ってしまいそうなので。うん、そうだね、ウッパーピン川に3枚手の中に、ね、1、2、3。あ、本当だ。さあこれでスライド3ピンになります。単用ピンフになって、うん、今の、はい、自身でウッパーピンが3枚切れということもあって、はい、うん、これ近藤さんでもここダマ点に構えます。
プリ看板だからね。あ、そう忍ぶことですか、うん、ちょっとね今の単品に変化したらちょっとねリーチの方も多いかもしれませんが、伊関さんはずっと黙ってるんですよ。はい、さあ今日も忍んでいきます。ちょっとね、嬉しい、これ嬉しいな。うわわわわわわ、さあ自身でシャーもあんこですよ。トンが痛かったな。そうなんですよねもや違うものが見えてきちゃいますけど、うん、ペイも1枚ありましたもんね、うん、先日の九段シードではね、古川プロが役満を出して開局早々ね。そうですよね、結構みんなの心はグラッと折れちゃいそうな開局ですけど何回も叩いてたもんね。はい、あーこれだ。さあここは藤崎の上がりになります。単葉ピンフ2000点、2000は2300の上がりです。あ、失礼しました、日本はですね2600の上がりです。さあここは忍んで上がります。さあこれで一気にドンの3局まで進みます。石立の親番やってきました。あ、相手がいいんじゃないかな。マンズの4連携が見えます。ゴモドイツ、ドラム1枚ですね。ナンガドイツ、ジャントの候補もあります。これはどう手を作っていくのか。さあここも一メンツ、ピンズ一メンツ。あ、友竹さんがいいね。まとまり上がるだけなら、上がるだけなら、上がるだけなら、まだそこまで差はついていないので、ここはささっと上がっていくか。ハツがドイツはベーチャの白鳥。さあこの関数数、いい、これはもう抜群にさあ嬉しい牌引きます。だチーマンがもう1個しかないね。あ、そうなんですね。我々からはこのチーマン見えてしまいましたが、うん、ドラターツなのでちょっと外す選択はなかなかないか、うん、でもドラ重なりがあるねこれね。縦ですね、縦引きの方、うん、さあ初のポンは白鳥です。ドラ縦引き嬉しいよこれ。まだ前夜まだ、うわチャンス。さあ十分縦引きのチャンスあり、さらに両面に広がって、ここもいいシャンテン。その前にもしかしたら飛車取りがあっという間に上がってしまうかもしれません。展開が早いですね。さあさらにここも一歩、ただペンチーマンテンパイしたらそっくりかけそうなんだよね。そうですよね、タイプ的にはい、あもうテンパイ。さああっという間にテンパイです。さあしかもカンちゃんの方が埋まって白鳥ウッパーワン、はい、ペンチーマン、はい、行きました。さあウッパーワンのテンパイ白鳥に入ったところで石立親番です。先制リーチが入りました。テンパイじゃない、友竹さんも。あ、本当だ。さあ友竹もトンをあんこにして、これで今パーピンとチーソーのシャンポン待ちでテンパイです。 3人テンパイなんて目まぐるしい。ここもここありですね。さあ現在3人テンパイで誰がどこまで行くのか。あら、パーピンはもうすごく出やすそうだけど行こうか。ふぅ、藤崎さんが降りたら結構危険だな、パーピン。あー、友竹さんのパーピンだ、ね、うわ、うん、この後チーピンから。さあウッパーワンはこちら初を仕掛けてこのテンパイ。あ、ドラムいった。あ、すごいですね、うん、これ強烈だな。さあ自身のね手牌は1000点なんですが、うん、さあここはねもうこのテンパイを入れたのであればというところだったんですが、さあ友竹の上がりになりました。1300トンの上がりです。同時にテンパイが続々と入り、ここは友竹が、うん、ちょっと今厳しかったよね。ただすごいのはあの白鳥さんのドラの押しですね。うん、そうですね。ここはねこういうただ押し引きであの仕掛けをして、まあ、流すところは流すというところがこううまく成功してきたからこそ、まあ、今期は昇級をうまく決めたというところもあるんでしょうかね。そうでしょうね、うん、なかなかね押せないよね親にドラね、はい、さあトンの4局に進みます。ドラは3万です。ドラ受けもあります。両面立つは十分。ここは白をあんこにした白鳥、ナンガトイツ、ソーズ両面立つ、ピンズ両面立つがあります。ここはゴツゴツしているか、三統一ちょっと出形厳しかったのは藤崎。ちょっと親の藤崎は重い手牌になりそうですね。うーん、白鳥さんがまた軽いかな。本当ですね、しかもペイも重なったところ
上崎さんはチートいつかな。白鳥はペーどうですか、仕掛けていきそうですかね。いやペーはまだ動かないと思いますけど、まだちょっと詰め切るにも、うん、他に行くにもちょっと手形残り厳しい形か、うん、このターツ あでもドラが3万だからね。なるほど、カンチーマンはちょっと外しつつ、ソーズの本一の目も残す、うん、イーソー9層の孤立は残していきました。3層引き、ここからどう成長させていくかです。お、ナンがあんこです。自身はペーチャの石立て、形は整ってきていますが、うん、ドラターツがあるからソーズ、ちゃんたを見たね。なるほどなるほど、老僧ウーソーと外していきます。うーん、キューピンやイーソーなどが出たら仕掛けもしていくか。うん、役なしは嫌だってことだよね。うん、藤崎さんのイーシャンテン、チートイズのイーシャンテンになります。これもつもぎり、あんこになりますが、うん、ヤンマンか、うん、ソーズが伸びるか、マンズにくっつくか、誰がいち早くテンパイを入れるか、それとも手を進めるか、これどうしましょう。ちょっと問いつは増えますが、まだドラの重なりもありますので、ここイーソー切り、本一の問い問いとかも見て、数層三層とかも仕掛けてくるあるんですか。あー、チートイツもあるな。これですね。うん、名本チートイツだね。はい、さあここで白鳥からドラが放たれます。ペンチーソーが入った石立て。大竹さんももう折り気味だもんね。自敗をかなり抱えていて、ちょっと切り出しづらい。自身も打点はちょっとないのでって感じですか。自敗の高い場だもんね。あの、はい、石立さんがちゃんと含みだから、うんうん、2人にちょっと怪しい。はや、砂糖を動かされました。これでシャー短期の転敗、シャー点。ただここからだとちょっと出なさそう。ションパイ、ションパイ、まだ三、二山だね。あ、二山ですね。さあチートイツの転敗は親番の藤崎です。リーチかけんのかな。かけそうだな。ちょっと間がありました、ね。あら、あらマンへえ。マンズが良しということですか。確かにマンズが一番。はい。白鳥は想像模様。他も。あら、スワンコイシャンテン。あれあれ。メンコンスワンコのイシャンテンになってます。あ、ちゃんと転敗。さあここでキューピン引き入れて、さあこれでリーチとなります。育て上げましたね。だけど高めが1枚しかないかな、ただまた1枚いるんですね。1枚います。はい、さあリーチちゃんたいい数層待ち。あーシャーだった。あ、掴んじゃった。あー、この数層は手の中に、この数層ないんだよね。あ、そうか、数層はあんこなんですもんね、白鳥に、うん、まあ、欲しいのはいい層です。ペンさんはペーペーと9層、感想はないから。あ、なんだ。あ、そうか。これ引くと。キャッツ。あ、自信はこのほどでいいシャンテンですが、いや悩みます。現在石立てからリーチ。ハツが切れるかどうかだよね。はい。さあこのハツはバニワションパイ。おおりゃそぎり。
さあそのご褒美はあるか。これで初が切れる。ああ両方掴んだ。小さぎり。ここはちょっとね我慢の親番になるか藤崎。さあ現在は藤崎、そしてここにリーチがかかっています。このまま維持できるか。もう溶けそうね。あ、リャンソーもあるか。あ、そっかそっか。リャンソーが、さあリャンソーは白鳥が切った。はい、さあいるか。順目は残りわずか。藤崎親番なんとかキープできるか。その前に仕立て上がりあるか。ペーモンキュースもいるのにね。そうですね、そう、ここが見たい。あ、ここが見たいんです。ここがイーソーも1個だけいる。イーソー1枚だけ、まだ1枚高めありますね。さあといったところで白鳥はちょっとね天杯までもいかずでした。うーん、親番の藤崎はなんとかキープして石立て、そして藤崎の2人天杯で流局です。途中まではどんどん引きがね白鳥手が伸びて伸びてだったんですが、そして石立ても、サブロソウのターツを外してチャンタに移行して見事仕上げました。そうそう、はい。さあ親番続きます。一本馬強卓は一本だ。パーマン、あ、両面ターツでります。形良さそうでしたね。そうそう、友達さんも良さそう、はい、あ、本当です。なぜか友達さんに行っちゃった。あ、友達さんに行っちゃった単品系、シゴルなども見えそうだったのが友達。藤崎さんは茶色球。あ、こちらですね、はい、あ、みんな良さそうだ。あ、ですね、両面ターツ十分。ウーマンマン、コメンツもありました。あ、ここもこれでローピン入ったら引き締まりますよ、うん、そうだね。まあ、ちょっとペンチー層のところなどがどうなっていくか。スライド7、8、9などもあります。チーピンペーかな。うーん、まだ順目も早い。単用のためにここはペー入りです。ドラのパーマンは手の中にそれぞれ2枚こちらにもあります。あー重なった。藤崎さんはちゃんと3色って感じだね。うーん、7、8、9のところを残していますね。この後移ります。リャンピン、あーこれで、あ、うまくいった。嬉しい。さあこれでちゃんと候補もできて、あー、ただ仕掛けていくのは友竹です。あ、友竹さん反応良かったね。はい、ドラドラだからか。5万個あんこだったからさ、あれ、あれね、なかなかったら全然ないですね。そう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 、反応すごい良かった。我々からもうラスウーマンだったと見えてますね。さあ太陽のイーシャンテンはこちらです。だって友竹さんにしては相当珍しいからね、この仕掛け、うん、ちょっと周りからもドラドラかなみたいな印象ありますか。うん、もう嫌な感じだよね、友竹さんがいきなり動くのは。ただ他の選手も手形が結構いいので、どう、しかも序盤ですしね、どう組んでいくか。おお、進む進む。ドラドライーシャンテンは友竹、そして藤崎の純ちゃん3色もどんどん進んでいく中で、さあ、いや、OK、これどうしていくか。ジュビリー、はい、イーシャンテン、はい、進みます。これはつもぎり。さあ、白鳥もこのイーシャンテンです。あ、3ピン入った。さあ、これでカンサンマン天杯です。タンヤオ、そう、カンサンマン。あ、さあ、あっという間にここで上がりが生まれました。1300は1600、タイヤの上がりで白鳥がこの場をさらっと流していきます。
それぞれね、手が育ちきる前にさらっと上がってしまわれるような、上がられてしまうような局面が多いまま、さあ乱入です。何の一曲？友竹の親番となりました、ドラはいいピン。お、ピンズリアンメンターツ、マンズリアンメンターツ、あ、ソーズもメンツ完成です。あ、これはいい。あ、急走から、単品系、ダブナン、あ、ダブナンといつ仕掛けていきそうですか。ダブナンはさすがにね、欲しいですね。だから白鳥さんは仕掛けていきそうですね。ただ、この子良すぎる。これはロッチッパ見えるよ、ロッチッパ。なんというローピン引き。さあ、白鳥が、マンズから仕掛けてきましたよ。カンリャンマンから。この泣きがどっちに転ぶかね。うん。ちゃんた含みで、ダブナンもトイツで仕掛けていった。で、ここもカンサンピンが埋まって、嬉しい引きからスタートしたんですが。リーチするかな、シーソーとか引いたら。どうです、6000オーラあるもんね、はい、なんかちょっとずっとなんか小馬で進んできた分、うん、一気にちょっと決めたい部分はありそうですけど、リーチかな。おー、リーチ。さあ、リーチ、タンヤオ3色カンチーソー待ち、ここで大物手。ただ早すぎる。んチーソーって全山、あ、誰も持ってない。一番来ました、ここは使えますね、うん、使える。ちょっと早すぎるので、ちょっとどう周りは対応していくか。嘘、目に変化してましたが、星が小さそうなんだ。さあ、まだ3山あります。さあ、土球の天杯、いきなりリーチ入りました。親番の友達から嘘を並ぶでしょ、はい。あ、そうか、あ、そんた、あ、そんた。さあ、リーチいつもダイヤを3色、一気に4000オールの上がり。さあ、友竹ここで上がりを決めます。嬉しいね。はい、さあ、静かに進んで、当一局の親番もなかなか進まないままあっという間に流されましたが、この親番は大きな上がり。さあ、友竹4000オールで親番連チャンです。何の一曲、一本場です、ドラワトーン。あのカンチーソー、リーチですか、うん、まあリーチじゃない。大体リーチの方が多いんじゃないかな。早いからね。そうですね、うん、白鳥さんも仕掛けたから、ある程度ちょっと押してくる選手もいそうということですか。裏が1枚、白がといつ。ソーズが進んでいく、メンツもできています。うーん、ペーシャーといつ一上がりした後ですが、友竹はちょっと苦しい形。ここはマンズ、ソーズ、白鳥さんがいいね。はい、3面ちゃんできました。あ、石田さんもいいわ。ハクはだ、トンがドラのトンを持っている時の石田はどういつ離していくのかというか、まあこの手だったらギリギリまで持つんじゃない。うん、こちらの手配、ただ仕掛けていったのは友竹だ。シャオから仕掛けていきます。マンズの本一ですね。まあ、リアンシャンペン、まだペンサンマン、あ、そうですね、ペンちゃん、ペンちゃんと別のところ。早かったね、トンキルの。どっちかというとこっちのイメージがありました。まあ、自身はね、もう十分上がりの見えるような手形になっているので、あっという間に話していくと。ただシャーポンから入って、ちょっと本一模様の友竹がいると、うん、やだよね、はい、トンポンって言われたらやだもんね。そうですね、強気の選択。さあ、これで一気に天杯だ。ヤウピンマジ、ね、あっという間ですね。さあ、ハクを仕掛けていた石立の上がりになりました。ハク1000は1300の上がり。一気にトンを切ってね、自身で決める意思を強く表してきました。あれで仕掛けても石立は最後までなんかこう進んでいきそうな、まあ、あの切りで逆に打点がないから、結構そんなにケアしないよね、もう今の藤崎さんもね。そうですね、うん、だったら周りに上がってもらった方が、うん、先天で上がってもらった方がですね。そうそうそう、親の友竹さんの連チャンは嫌だなって。はい、
なんかこう公式ルールの戦いにしては進行がとても早く感じます。まあ、序盤だからね、まだ1回戦で、はい。サダンの2曲です。白鳥の親番となっています。ちょっとドイツが重い手配か。ドラドラチャンスで、さあピンズも2メンツ完成ですね。さあここもメンツこそありませんが、リアンもあります。これは石田さんが圧倒的にいいかな。本当ですね、うん、他の選手たちがちょっと石田の手を見た後だと見劣りするか。ただ仕掛けられないな、ピンズに行かない限りそうですねここからでもピンズに行っちゃうかもしれない、ね、あ、ちょっとこの後の引き次第ですね。リャンメンターズができた時はちょっと採用になるか、リャンマンかスーソーにくっついたら、うん、ただそれ以外が自敗が重なった方が嬉しいかも。あ、そうかそうか、ペイカ初ですね、うん、自身はなんちゃチーマン。ここもちょっと守備を見つつになりそうですよね。ちょっとドラもないし、友竹さんも、はい、嘘埋まったとて4000ホール上がってね、まだそこまで安心できる35,700点安心できるほどではありませんが、ちょっと真っ向を向かう手ではなさそうです。ゆっくり選びます。このはずも離していく。さあ白鳥も少しずつ、うん、じわ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 きます。あ、これで、はい、これで染めては諦めるかな。自敗一つ離すか。まだ見てるね。はい、4万切りです。チュンが重なったのは藤崎です。全員本当に3万点に近い点数のまま、うん、ルナンの2曲を迎えています。さあ両面もまた一つ増えます。一番手が進んでいくのはこちらナン。なお藤崎の手の中に1枚切れの牌ですね。ダブなんだしね、はい、自身で重ねたら大きい。いや難しい、重苦しいですが、これカンパーを払うかな。さあチーマン切り、パーマンは1枚ここに切られています。嬉しい、これ嬉しい。これでした。これは初切って、はい、様子見かな。何が泣けたら両ピンだし、あ、先リャンピン、もうリャンピンだ。ちょっと考えてましたもんね、まあ、うわ、バッチリのタイミング。これでダブナンドラドラ、サブロスお待ち天敗です。さあ、あっという間の天敗、今回は打点もあります。これ飛び込んだらきついな。そうですね、ローソー、ここはドイツ、サブロソーいっぱいあるんじゃないの。1、2、3、手の中に3枚、川に1枚、あ、まだ4枚もあるんですか。これです、これどうしますか。3万か、うん、いいピンか、まだどちらかになりそうですか。まだロースは当たれないか、うん、まだロースは当たれないと思う。イーマン、イーマン、イーマンってことはローソー相当出ない。カンリャンマンの方のターツ残して、そうですね、うん、あ、このあ、でも藤崎さんいかないな。さあここは急走切り、そうですね、藤崎はもう手をかなり、もともとスリムに、とか自敗を抱えつつ安全に進めていました。ここの進行によってですか。あ、ドラスカンじゃから、山にね、まだまだあるんです。いやー、リャンピン切り先に切って決めていきましたね、形、うん、みんなもダブナンに飛び込みたくないんで、はい、親以外はね、うん、
親もね、一枚もう一回リャンピンかな。さあパーピン持ってきて、これはスライドになります。さあ実際ドラドラ、7700のテンパイ石立が入れています。石立が上がるか。親番の白鳥はちょっともう厳しい。そう、この点数だからよりですよね。うん、ここでやっぱりね、2000点でも痛いもんね。はい、そう、それぞれ全員がまだ浮きが見えるようなポジションだからこそ、ここに飛び込んでラスを受け負いたくはない。雑も上がりできるのか。さあじっくりじっくり進んでいきます。どうだ、リャゾー。さあ順目わずかになって、サブロスを掴めるかどうか。あ、さあローソーここにさらに1枚吸収に行けるか。そうなんですよね、ちょ実際は藤崎にあんこの牌ですが、いやしょんぱいのチュン。ここは小そう。この後ですね、白鳥が旬で当たると3球からだからね、はい、ここで3球が落ちたくないから。ダブナンチュン、なあ、パースもパースもた。さあここは石立の上がりとなりました。ダブナンドラドラ23900の上がりです。いやこれは大きい。嬉しいやがやね。そうですね。そして親番、はい、タブナンは見えていましたが、石立はこう1000点から今のような7700までいろいろな打点があるの で、 そうです、ね、ちょっと周りも読み切れないところがありますね。さあこれで難の3局です。石立の親番ドラは3品です。まず一メンツ、缶三品、うん、ちゃんと風味だから、チーピン残した。とまずペイから、うん、ここも厳しい。さあ藤崎もは9品から想像、中袋の形ですが、まあまあ、はい、ドラメンツできてるのは嬉しいね。はい、さあ白鳥はドラメンツから他のターズが伸びていくかどうか。友竹と白鳥の手配が良さそうですか。そうですね、はい、近藤さんはグランプリ3月1日から、はい、ああそうですね、はい、これは今回にね、はいはい、シードもらったんで、うん、今回はグランプリポイント、まあ、上位から3位ということで、うん、でさらに、はい、でもね、大体グランプリいつもすぐ負けるのよ。なんでそういうことあんまりいい思い出はないんですねいや今回逆に今回こそってなるじゃないですか、うん、今回は一応ね、はい、上から出れるんで、うんうんうん、まあ1個勝つとねもう準決勝、はい、もうすぐ準決勝に、チャンスはすごいねあるんですけどって感じです。同卓がいきなり佐々木久人ああそうですね、いきなりほーいと当たられるんで、いきなりほーいということになりますね。まあ楽しみですね、はい、皆さんもぜひ注目してくださいね。さあそれぞれ思い手をもらいつつの進行になっています。ここもチートイトのリアンシャンテンでもありますが、ウースも重なっていいシャンテンだが、だがどうしましょう。ローピンかな、スピンか、うん、はい、サドラメンツ完成から、これでマンズ一メンツ、あとは他のターツに伸びていけば。さあ形を決めていっています。石立て、先ほどの2003球を上がって、石立が一気にトップ目に出ています。ドリーマン切っちゃった。あ、ちょっと友竹さんは切っちゃダメだよね。もったいないんじゃないですか、
対ないですよ。あれいいんですか。さあ友武さんもね、熱い熱いこの厚みのある九段シードの九段戦のメンバーと、うん、戦ってここに、藤原プロと一緒にね勝ち上がりを決めてきました。さあ皆さんもねその大きな大きな麻雀でぜひ友武さんの勝ち上がりを見たいところですが、うん、今ちょっとちっちゃかったけどね。ちょっとまだあれじゃないですか、一次予選だから、うん、ちょっと小出しにしていくんじゃないですか。さあこちらです。シャトル一気に進んでこの手形になっていますね、うん、チャンス。ドラメンツ完成して来ていた白鳥がここでね一つ上がればプラス域まで目前になります。パーソー引きたいね。そうですね、パーソーは手の中に1枚あるだけ、うん、あと川に1枚か、まだ2枚あります。さあこちらの形、サマ切り全然動かなくなっちゃったね。本当ですね。あ、これ一番嬉しいやつじゃない？何引きました？バリアンマンだ。小さく切ってこれで、はい、1,2,3 になれば最高な 1,2,3 そして3で、あ、これ痛い。あ、アリアンソーだ。刺し子があったからね。そうですね、イーソー先ほど切っちゃったんです。3色の目は残していた。さあここも3ピン入る、同じ 1,2,3 が2人いますよ。あら、痛いんじゃないの、さっきの。ほら、やっぱり大きく大きくだったか。あ、ここも形を決める。さあここで3面ちゃん固定です。で、1枚持っていいもん。あ、そっか、ここに統一なんですね。ただまだ山にいいもんあります。 1,2,3 の3色あるぞ。白鳥スピンいいシャンテン、何持ってきた、飛んだ。さあじわじわおのおの手が停滞しながら3段目に入っているところ、うん、白鳥さんが天敗したら、はいはい、闇天かな。あ、闇天になりますか。 3色目があったらどこから入ってもですか。うん、イーマンでもイーソーでも入ったら闇天になっちゃいそうだな、うん、なんか結構こぼれそうな街だからね。ちょっとね、この休めの2000点ってなるとなんかうってこぼれそうなんですけど、浮きまでもうちょっと中に位置しときたい気持ちが私の貪欲さがうん、あ、暗黒にあった。あ、さあこれで白鳥の欲しいイーマンはここに入りました。天敗を広く取るのか、はい、まあ、数万か数そうだよね。あ、いいそうでした。あ、急ぎり、あ、さすがにね、打つのは、うわぁ、痛い。友武さん痛いじゃないの。友武さん、もったいなかったじゃない。しょんぼりしちゃう、今しょんぼりパーピンだよ、もうね。あー、スーソー入った。さあ、この3面ちゃん、スーソーならリーチだね、うん、そうですね、うん、1,2,3 じゃない方になりましたね。ただ3面ちゃんなので、ここでリーチです。イスチーマ待ち、リーチピンフドラです。さあ、ここでね、1300、2600上がれば、一気に浮きまで出ます。そうか、パーピン2枚目打たれてたのか。うん、なるほど。それならパーピンポンになってるもんね。あ、そうかそうか、うん、友武さんですね。あ、2枚目打ったのか。2枚目のパーピンポンしてポンしてね、テンパイ、うんうん、さあここはちょっと昇降して9万切り。チーマンはさらにここにあんこで持たれている。はい、チーマンはないですね。スーマンもかなり薄いですね。うん、相当薄いね。はい、スーマン1、イーマン1かな。まだ残り2枚山。さあ、一巡一巡、これはいいそう。うん、帰り目だもんね。はい、いいそう。
切れる牌はなんだ。いいピン切り。テンパリさん、はい、チーピン引き入れました。キューピン積もってた。さあ、嘘とキューピンのシャンポン待ち。さあ、これがハイデーハイです。さあ、これでハイ開かれます。ここは友竹白鳥の2人テンパイで流局です。これで強卓が1本、1本までオーラスを迎えます。オーラスは藤崎の親番です。ドラはローマン。藤崎さんにチャンス手があんまり来ないね。そうですね、うん、手があんまり来ない。なんかスピード的にもちょっと、あれ、なんか今回はいいよ。今回はいいよ、なんかドラのローマンが引けるか、まあ引けなくても。あ、これ嬉しい、これ嬉しい。カンプーピのところも埋まって、ソーズも両面。あ、このカンリャンマンも埋まってるのか。そうそう。これが嬉しい。ドラが来ないとでも、そうですね。ピープだけになっちゃうからね。まあ、強卓1本、1本馬ということで、まあ、ちょっとでも上がって、まだ2万点台ですからね。うん、逆に言えば全員がスピードできそう。あ、これリーチテージョンだな。さあ、という間に進んでいきそうです。さあ、9万は引きたくないね。あ、いやですね。9万引くと闇手になっちゃう。はい。CP、他の選手はどうか。タンヤオで仕掛けも効きそうなのは石立。ここ、あ、そうですね、藤崎。あ、ペンちゃんのダーツが残ってます。ドラドラですが、どう仕上げていくか、友竹。友竹は3万5200点。ただ、スピードがもう。圧倒的ですね、藤崎が。圧倒的だからね。こちらです。ドラはここに2枚、まだ2枚山にあります。うん、ドラ引きが最高だけどね。そうですね。違う。さあ、もうすでに両面両面のいいシャンテン、ドラも使えるターツ残っています。数層引きで両面ターツに変化は友竹です。友竹も伸びてくれば単野をドラドラになるんだ。石田さんも随分伸びた。はあ、しかも石立は結構仕掛けも発信していきそうではありますが、うん、先手も大きいからね。そうですね。ああ、ここもさらに進んでいきます。一気通過も見える。仕掛けて、さあ、タンヤオのいいシャンテンだ。そうですね、形固定しました。パーソー3層のシャンポンか。さあ、他も両面、あとは縦で仕掛けていくもあります。友竹さんもいいじゃんか。仕掛けたことによってこの3品が嬉しい3品だね。ということは藤崎さんが十分だと思ってたんですが、3色と1通と両天秤、はい、1,2,3 の3色など、なんか追いつかれてきたんだけど、何引く。ああ、さあ、この間に誰が先に転廃してしまうか。9万下げられたけど、はい、9万はあんまり美味しくないもん ね。まだローマン2枚山のままです。いや、そ、ここ目いっぱい。さあ、このオーラス一気に決めに行こうと。前に出たのは石立、他の手がもう入ってきています。下頃もあったけど持ってられないか。友竹さんですね。数万か。数万はちょっと怖すぎるからね。入り方によって後でドラが出ていく形も嫌ですもんね。うん、全然引かない。本当に進まない。藤崎、これどうですか。もう仕掛けも入って周りもちょっと来てそうだなって感じたら、9万匹でリーチで抑え込むみたいなのがあるんですか。藤崎、うん、さんリーチしないかな。まあ、そうですね。あ、単陽になった。これはさらに自在になっていく。ポンテンも取れる形で友竹さらに手広くなりました。うん、ここは急ぎり。まだ僕は焦ってないですからってね、藤崎さんよく言う。
まだ大丈夫ですか。まだ大丈夫が闇天だよね。はい、失礼しました。焦っちゃいますもう。うるさい、静かにしてって思ったりしたくなっちゃいます。白鳥はね、今まで3900でいいんですが、あ、そっか、供託があるからもう2000点とかでもいいのか。ただそれどころではないですね。下茶に動かれてるからね。全然引かないんだけど。さあ、手が進みません。相談図を考えてるのかな。さあ、藤崎、本当に手広いイーシャンテンから一向に進みません。ザーズした。はい。天敗。さあ、ここで天敗は友武です。パーピンとローマン、ドラのローマンですね。パーピンはないね。ドラがあるんですよね。うん、ドラがあるんだよね。そう、あの二山のままなんです。誰にドラが行くかで、みんなドラ欲しいもんね。はい。そう、みんな使います。イーシャンテン。じゃなかった。なんで9番の方ですね。ジャン島がこれでない形、ちょっとでも翔ちゃん厳しいな。はい、なんかもう一曲にかけたいか。あ、嘘。しかしここは進めていきます。でも両層かな。両層切り、いち早くね発信していった石立ですが、なかなか進まないまま来ています。いいシャンテンのままです。あ、嬉しい、三面ちゃんになった。もうこれはさすがに決めてしまうか。ただ9ピンが3切れなんだよね。9ピンはない。あ、そうかそうか。さあ、ブロック9ピン待ちってことは、あ、高い方があるってことですか。単品ドラドラだね。あ、仕掛けた。さあ、これでローソーの方を仕掛けることができて、サブローマン待ち、タンヤオの天敗です。あら、すきさん。もうちゃん、もうやめて。どうしますか。もうしょうがないよね。ドラ切るわけいかないもんね。そうですよね。フリテンのリアンウッパーしかないですよね。もうこんな後半にあるなんて。さあ、フリテンのリアンウッパーピンでドラアンコア友武。さあ、なんとかね、仕掛けてイーシャンテン白鳥テンパイ少しでもね取って。いやー、友達さん激痛だね。激痛すぎますよ。でもいや、あんなのでも逆に勝ったなじゃないですか。あの変化は、あららら、噛んだ。もう噛んするしかないよね、これ噛んしましょう。激痛が、いや、激痛も激痛。いや、なんだ、はあ、いい点だもんね。ドラのローマン噛んです。あ、テンパイした。はい、形式転廃になりますが、パーマンでもいいのか。パーマンでもいいなら6万ないんだもん、ね、そうなんですよね。入ったキューピン。さあ、これで形式転廃でもこれパーマン短期で単用で転廃を入れていたのがこちらです。サブローマン待ち。藤崎さん、ね、何やってんの。こんなことありますか。こん一番あまりにも良すぎて。サブローソーに変化したけど、藤崎、あの手配、もうどう考えてもスピードはナンバーワンだったんですが、でもさすがにサブローソーにするよね。ああ、パーピン切らないんだ。はい、本当ですね。この最終キューピン、いや、さあ、まさかまさかの展開で進んでいきます。ああ、藤崎、これで、うわ、痛い、3層が。でもどうだったかな。サブロッソーにしていれば、友武さん、もうなんか苦しい。いろんな上がりが見えてた。いや、でもどれもそうしますよね。あと、サブロッソーにする手はあったんですかね。あ、サブロッソーにする手はあったんだけど、まあ、そうすると藤崎さんが3層を切るかどうかっていう話だけどね。あ、そうですね。あ、そっかそっか、3層を切ってるからですもんね。さあ、なんとここはいろいろありまして、全員天敗で流局。まだこのハンちゃん続きます。いや、友達痛すぎた。さあ、これで日本馬オーラス何の4局、日本馬、供託は1本、
地崎なんとかテンパ入れることができましたね。はい、ギリギリね、はい、さあドラ9ピン、9ピンの受け入れはありそう。あ、ピンズ1面2、いや、マンズも2面ターツ、単品系いけそうです。あ、ドラドラだ、ダブなんだ、ダブなんドラドラ、またチャンス、これ上がらないと、これ決めに行きましょう、ね、さっきのでこれもさらに上がり直したら、もうなんか1回戦目トップとはいえ、うん、ちょっとくるなんか、あ、もっともっと稼げたのにってなっちゃいますよね、うん、さあただ藤崎もいいぞ、パーピンか、これはドラを固定です。何の行方にもよりますか、初がといつは白鳥です。こういう不発が続くとね、いいことないからね、はい、絶対余りたいよね。あ、こっちもドラドラになった、はい、さあこれも勝負手、役配を重ねていきたいか、上がりがちょっと難しいよね、はい、まだカンちゃんと孤立配しかありません。役配が重なってなんとか進めるかなっていう感じですか。本時さんチートイスになってきた、本当ですね、うん、なんか当分多分出そうにないからここですもんね、うん、あ、これでただ、あ、どうだろうな、なんか役配も石立て重ねたいので、うん、何も初も出ないとなると、まあ、白鳥は打点がちょっと足りないんですけど、どちらも自配はなかなか出なさそうだ。チートイの方が友達は逆にいいかもしれませんね、うん、そうだね、もういいシャンテンです。あ、もしかしたらこれはもうなんと初のお、このバックと言って、言っていいのかまあ一応仕頃もそうですね、かすかに、あ、なん下げられた、あ、しら、あ、しも白鳥、ん、下げられたんだ、そうですよね、今の仕掛けによってですねいや、しら、あ、でもなんかこれ手かけるもあるか、どうしていったら、チュンから、チュンから、あ、でもチュンを切ったということは何も切られていくか、あれ、トムトキさんテンパってるじゃん、あ、あっという間だった、もう数ピン待ちだ、失礼しました、チートイツでもうチートイドラドラのテンパイ、うん、逆に良かったのかな、チートイツにして、うん、あのチートイツになってですよね、うん、チートイツのテンパイの方が何が入るより、この後、待ち頃何か変化するか、すごい捨て牌になってるねパーワンパーピン、ヤンピン様、うん、なんかチートイツですよでーすって感じですね、でも闇点は効くよね、これ、はい、しかも打点結構ありますからね、うん、6400、強卓が1本に2本場、真ん中ばっかりで何にしようか分かんない、はい、うん、一旦ウーソー短期に変化しています。これで6400は7000、強卓1本で8000点か、うん、でかい、激痛、打った人は、打った人は激痛、いや、白鳥もまた苦しい手配をもらっています。先に仕掛け始めたのは石立てですが、なかなか進まない。藤崎さん、リーチするかな今回は、三層にスイッチ、うん、三層短期、あ、そっか、ここも欲しい三層ですし、この後映る石立てに統一の牌です。あ、いや、これは三層、山にはないんだね、川に捨てられてますもんね、うん、まだ変化はあるか、これでまた上がり逃しも嫌だな。トタキさん何やってるのって書いてある。がっくりしちゃいます。シャンパンしか切ってないんだけど。さあ、いいシャンテンだぞ。自配とは何にも来ないんだけどね。何か変えたいんですけどね。その前に藤崎を野蛮で追いつくことができるか。他の二人は進まないまま来ているので。さあ、あとは親が、テンパイはしない。友竹が何か何か4枚切れてるのある、今がトントン、あ、トン切れてるのは国士でもないのか、この代わりですよねみんな何なんだよってなりますね、うん、
まあ、チートイかなっていうのがやっぱり一番強いですか。あ、この球数いいかな。あれ右で今切れた球数を、あ、3層だ。あ、変えたのか。あ、そうなんですよ。どこ見てたんだ。3層変えて、俺もわけわかんなくなってるよ。どんどん変えてリャンマン短期にしたんですよね、うん、ただ3層のトンが入って入ってですね、これ。でもリャンマン握れで誰も止まんないよね、これ。なんだこれ、また何か。ローソー、ローソーどうですか。でもリャンマンがすごくいいのよね。マンズそうですよね。あ、そうか、そうか、誰も止まんないよね、リャンマンは。これリャンマンのままかな。そうですね、ただ1個しかないからね。いやー、友竹この川でつもぎり続いています。石立はこの手形。あー、つかないな。あんこ、あんこかぶりだもんね。さあ、ここでリャンマンが出ました。さあ、チートイドラドラ6400は7000円。さらに供託が1本で8000円、これで8000点最後に上がりきった友竹に入って、これで1回戦目が終了ということになりました。さあ、1回戦目はトップから友竹、2着は石立、3着は白鳥、そして4着藤崎の並びで1回戦目が終了ということになりました。続きまして2回戦です。